オリコンニュースをご覧の皆さん、久米晴人です。秋山瑞希です。もうずっと不安で、不安、ずっと不安だ、不安や苦労があったんですけど、応援してくださった方々のおかげで今ここに来れてるので、感謝の気持ちを伝えたいです。私も、応援してくださった方々がいたからこそ今ここにいられるので、本当にありがとうございます。今まで大恋愛をしたことがなくて、出会いも高校3年生なのでなくなってきたので、今日好きな旅で真剣に恋人を作って日本に帰ってきたいです。私は高校生活でその大きい恋愛っていうのはしたことないっていうわけではないんですけど、今日好きで新しい出会いを見つけて、素敵な彼氏を見つけて恋愛したいなって思ったからね。毎日投票があったんですけど、その投票を絶対インスタのストーリーと TikTok で宣伝して、みんなに投票してもらえるようにしました。やっぱ自分の普段の投稿じゃ見せれないとこを、その今日好きの公開オーディション期間中は投稿していて、その反響が大きかったのかなと思います。私も TikTok の毎日投稿と、あとストーリーでの宣伝と、あとはそのメンションとかで投票したよとか言ってくださった方たちへのお礼の感謝の言葉とかは絶対に言うようにしてました。2024年の卒業編のインセブ島で、バオ君とマオちゃんが成立するときに、バオ君がハグをしようとするんですけど、ちょっとこう短い、なんかちょっと曖昧なハグだったんですけど、それがなんか初々しくて、なんか印象に残りました。はい、私は1個前のドンタン編でのキンゴくん の最後の独り言で歌って喋ってるシーンが可愛いなって思って、すごい印象に残ってます。バオくんで、なんでかっていうと、1回の旅で成立できたことがすごいなって思うので、自分も冬休み編で成立したいです。私はミクマルルちゃんと折田りょうかちゃんが本当に1年前、2年前ぐらいから出てる時からずっと好きで、その愛嬌だったり、りょうかちゃんの男の子とかの接し方とかも本当に憧れてます。自分のアピールポイントはやっぱわさびで、ツーショットの時にわさびを一緒に食べて、一緒の感情を分かち合いたいです。それでです。旅に絶対持ってきます。空港で引っかからない限り。もしなかったらそういうことです。はい、私はやっぱ自分の笑顔と、あとチョコの美味しさをたくさん広めたいです。今までに味わったことないのない気持ちだったり、したことないことだったりを今日好きの旅でしたいって思ってます。私もドキドキの恋愛したいなって思ってます。この公開オーディションを約1ヶ月間応援してくださり、本当にありがとうございました。絶対成立して帰ってくるので、温かい目で応援の方をお願いします。私もまずは1ヶ月間応援よろしく、ありがとうございました。で、旅行ったら視聴者の方にも応援していただけるように、たくさんアタックして素敵な恋愛をしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。
バイバーイ。